皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年1月の18日15時19分まあちょっといろいろ実験を兼ねてという部分も含めてまあ動画なんですけどね、以前しくじり先生という番組があったんですけども、まあもともと僕が提案した番組ではあるんですけども、まあみんなのね、失敗談っていうものを、話して、まあ今後そういうふうな人たちが現れないように、まあその同じような失敗をしないようにっていう意味で、まあもともとその音楽業界とかの方たちとかもちゃんと本当のことを言いに来てくれてるんですよ。その CD が、1枚、大ヒットした、だけどもその後、まああまり売れなかっただとか、でそれでもこうなりましただとか、まあそういうふうな話をしっかりしてくれてるんですが、それただこれは嘘だろうっていうのがあるんですけども、まあライジンの朝倉未来、まあライジンでいいんですかね、朝倉未来選手、元選手になるんですかね、まあ自分でなんかブレイキングダウンとか何かしてるみたいで、ちょっと僕も立場がよくわからないんですよ。そのそもそもライジンっていうものが、まあ、どこかの団体のチャンピオンばっかりが集まってくるところみたいな物事の見方でよかったんでしたっけ。ちょっとその辺のところはね、僕はあんまり詳しくないんですよ。まあプライドとか K1 の頃はただテレビで見れたんですけども、まあその後いろいろで、まあライジンという形に、なったみたいなんですけども、しくじり先生のお話しますね。その、まあ、彼がもともと、その、若い頃、やんちゃをしていて、まあ、暴走族していたりだとか、その時にね、その、オートバイの乗り方として、これは、まあ、車乗ったことある人間とか、その、まあ、原付でもいいです。オートバイも含めて、普通の一般道は、もうある程度、街中、ちゃんと車普通に、車とか、まあ、二輪も含めて車なんですけども、運転したことある人だったらわかると思いますけども、彼は信号で一回も止まったことないっていう、バカ骨で言い始めて。初日でいきなりぶつかる。交差点とか、全部一回も止まったことない。信号の時に1時間絶対持て、絶対ぶつかるから1時間も走ってたら交差点いっぱいあるから真顔で言い切ってんだいぶ前の番組ですけどね、YouTube の動画か何か、あ違うかな、アベマでこの間見た出演者みんな信じて誰かちゃんと突っ込まない。いや今のは嘘です。一時停止もうお腹かかれてこっち笑ってるからもう一時停止押さなかったら次どんなこと喋ってるか分かんなくなるから真顔でめちゃくちゃ、いやそれは絶対嘘や。じゃあまあ何かね、こう、まあ、さっきの音楽業界のこととかも含めてそうなんですけども、まあまあ一応彼もそのまあ番組内でもうちょっと僕も毎日いろいろすることあるからもう記憶をおぼろげになってきてしまってるんですけども、まあ、こういうふうなことはやめましょうっていうことはちゃんと言ってるんですけども。まあ、どうします？しくじり先生もガチンコホワイトクラブ。やらせが半分くらいあってた。僕も1割でも無理ですから。僕も大真面目に。本当のことを言ってくれるものだと思って、
ちゃんとね、そのしくじり先生っていう番組をちゃんと提案したんですよ。みんなの自分失敗談だとか、こんな目にあった、あんな目にあったとか、そういうこと全部含めて、まあ同じようなことを僕はね、YouTube で言っていたりだとか、自分がね、どんな目にあったかっていうところ。で、それを聞いてもらったら、ああ、こうしなきゃなんないなとか、ああしなきゃなんないね、つながってくるじゃないですか。何が悪いかっていうところ、こうした方がいいって、そうしなかったらこうなっちゃうよっていう。あ、これは先に生きてきた人たちで、そういったことを経験しなかったらね、わからないっていう部分。まあ、一番何が悪影響を与えてるかって、テレビとかなんですけどね。あと漫画。不良漫画とか。どうせそれ見て勘違いしたんでしょって。その辺走ってるやつだとか見て。暴走族の方の話ですよ。これね、まあ、今から言う分は、ちゃんと真面目な顔して言いますけども、その、暴走族で特攻服って言われてる服はあるでしょ。で、あれ、絶対禁止ね。もう、お前に言われたからどうこうとかじゃなくて、その人物の生き方自体を、もうそういうものを着てる人間は絶対疑った方がいい。テレビ出てる人間であっても。それ何を表してるかって言ったら、神風特攻隊。第二次世界大戦で、ね、20歳前後の人たちまで、10代の人間までさせられてるから。特攻隊。ね、そんなむごいことをさせられた人たちのことを、特攻服なんか着て、暴走行為、論外。いや、本当は昔ですけどね、まあ、広島の方で、まあ、暴走族が、まあ、人がたくさんいる大通りのところを走っていて、その、一般人数名がね、蹴り倒して、で、倒れたところをね、もうボコボコに蹴り回してるんですけども、だから、あまり漫画を見たぐらいで、その、不良映画とかを見たぐらいで、実際に自分の身の回りを見たときに、ほとんどそういうことをしたことのある人間いないと。っていうことは、そういう行動は間違えてるんだよっていうことを、まあ、しっかりと、覚えておかなければならないと。まあ、こういうことになるんですよ。で、これね、その日本の漫画とアニメのその不良漫画は絶対もう海外に輸出するなしっていう形にしておかなかったら、まあ、他の動画でもこれ言ってますけども、もともとね、その暴走族っていう文化は、まあ、多分中国とか韓国、まあ北朝鮮含めて朝鮮半島、まあ台湾もそうですけど、もともとなかったと思うんですよ。あんな服着てとか、さっき言った特攻服とかね、ああいうふうな服着てとか、集団で、その、暴走行為、例えば、10人、20人、30人なり集まってね、まあ、地上の人たちに迷惑をかけるっていう、そんなことしたら、これ本当にまずいだろうって、普通考えるじゃないですか。これ捕まるわと。普通考えれるでしょ。だけども、これね、漫画とかテレビって巨大なマインドコントロール装置のようなものであって、それを見た人間同士、例えば友達同士とかで、何々の漫画面白いなとか、そういうふうな会話からが、だいたいスタートラインじゃないですか。で、そういう世界が、日々会話するうちに、何かこう日常の世界でもそうみたいな、そういうふうな世界であるというふうな錯覚がだんだん生まれてくるんですよ。で、オートバイを買って、で、まあ暴走族みたいになってしまうと。で、これがね、韓国に、ごめんなさい、もうこれも笑い話でいいと思うんですよ。もうそんな漫画いちいち書いて金稼ぎしてる連中の方が悪いから、本当に。大人がしてることだから。韓国にね、湘南爆走族っていう、これもう僕は、小学生ぐらいの頃の漫画だと思うんですよ。それぐらいの頃にね。まあ僕は小学生の頃だから、1980年の真ん中ぐらいの年かな。1990年までの、ぐらいまでの漫画だったと思うんですけども、つまり、第二次世界大戦が終わってから、
まあ、30年か40年それぐらいの頃に、まあ、スタート、そう、企画からがスタートだから、本当は話し合って、もうこういう漫画をスタートさせるっていう。だから講談社さんだったと思うんですけども、マガジンだったと思うんですけども、湘南爆走族、僕もね、その頃はマガジンとか買ったことなかったから分かんないんですよ、詳しくは。で、まあ、それを輸出したと、漫画そしたら韓国でやっぱりね、暴走族が現れたんですよ、本当に。向こう徴兵制度ある軍隊が出てきて、しかもマシンガン装備、急に韓国政府としてはもう急にね、そんな暴走族、まあ、50代ぐらい集まってたらしいんですよ、とんでもない数。びっくりしてそのこれテロちゃうかって思ったみたいね。本当、普通に考えた方がよくわかる。1948年ぐらいに第二次世界大戦が終わりました。まあ、日本だけが終わったとしても、まあ、周りの国は戦争が、その後いろんな地域で、ありました。で、そういう国も、まあ、本当は自分たちもその戦争が終わった時が本当は第二次世界大戦の終了っていう考え方もあると思うんですよね。巻き込まれていってるから、世界中が。もうそれは第一次世界大戦からずっと尾を引いてるんですけども、っていうことは、朝鮮半島ってそのね、もともと朝鮮人民共和国であって、それが北朝鮮と韓国という、まあ、南北に分かれるような形での大きな戦争があった、中国とかが、北朝鮮側について、で、韓国の方はアメリカ軍には、まあ、他の多国籍軍が、介入して、戦線をちょうど真ん中のところまで持っていって、もう南と北で分けて統治したらどうかと、まあ、そういうような、戦争があったわけじゃないですか。その頃は日本が第二次世界大戦が終わったとされる年からもっと数年後なんですよ。で、向こうの方が戦争長かったっていうことなんですよね。だから、まあ、お国の事情とかもあって、徴兵制度がある。まあ、日本は徴兵制度はありませんけども、そこでね、そんな、暴走族50人も集まった。普通に考えたら、それは軍出てくるでしょ。普通に考えたら。マシンガン装備で。だって、それ野放しにしたら、次何始めるか分かんないでしょ。あのね、皆さん、暴力団っていう世界を大きく誤解されてるかもしれませんけども、何々組って言ってるでしょ。あれ、組合のことなんです。労働組合。労働組合は会社法にも書かれてますけども、ちゃんと会社の代表取締役とか取締役の人も、労働組合の長になれるんです。で、その、もともと、1956年に売春防止法が出来上がっていて、それまで、まあ、めちゃくちゃな奴らが多かったと。行政も含めて、警察官も含めて、いろんなところですよ、もうテレビ局とか。もう収拾つかなかった。だから、その移民政策に関しては、1900年ぐらい、厳密に言うと1897年か87年か、まあ、大体それぐらいから移民政策はあったみたいなんですけども、まあ、日本のその統治体制自体が嫌になって海外に行かれた方も結構いらっしゃったと思うんですよ。絶対そうだと思いますよ、そんな社会目の当たりにしたら。だって悪党がのさばってる、行政がそれを放置してる。で、行政の方が、公務員の方がお金持ち、公務員や国家公務員。で、大企業、癒着している。金を動かす。大企業もお金持ってる、たくさん。で、昔から非正規雇用者の人がの方が数多い。ね。絶対そうなるじゃないですか。嫌気がさすっていうところで。で、ただ海外行っても同じような状況であったと。はい。ちょっと待ってくださいね。失礼します。郵便物が届きましたので、録画、一時中断していました。
まあとにもかくにもそのまあ漫画アニメに関しても、まあ現実的なドラマとか何でもそうですけども、それ作ることにそもそも必要あるのっていう物事の見方で物事見たらいいんですよ。この漫画必要かどうか、このドラマ必要かどうか、このバラエティ番組必要かどうか、これでいいんです。それによってそのいわゆる本物と呼ばれるそのプロとしっかりと呼べるようなその作品を描くような人たちになる。それがジャパンクオリティだと私は思ってるんです。でそれができなかったら無理だと思いますよ。見るべき人間が見たらこんな幼稚なこと書いてなりますから、絶対。本当に他の国の人たちにでね、ある程度もういろんなところで働いて、もういろんな経験してきて、いろんな法律とかを分かって、いろんなことが分かって、でそれでもめげずに頑張ってね、世の中良くしようって、頑張ってる人たちがたくさんいらっしゃると。でそういうのを目の当たりにした時にね、こんな悪いことしてまであんた金稼ぎしたいのって思われてしまうから、本当に。これがだから、まあとにかくまずテレビに関しては、まあ、いくら言っても多分無理なんだと思いますけども、本当のことだけにする。でこの間も「報道ステーションで」で、車がね、世界中でその出回ってる台数が10億台って放送されたんです。それで僕はまずいと、もう車が世界中で、10億台も出回ってしまってると、エネルギーの消費の加速は止まらないっていう残念なお知らせですって最初文章で書いて、その後動画でね、あれこれ説明してたんですけども、自分で調べたらどこの国がね何台、どこの国が何台っていう、そういうところ見つけたんですよ。詳細きっちり書いてるところで、ちゃんとねトラックとかバスとか分けてあって、で EU の一部の地域ではトラックとバスの生産量分かりません、南米の方も分かりませんと。そのデータで見たら2、3年ぐらい前、2020年か2019年、それぐらいの頃が世界中での、生産台数が、7000万台だったんですよ。その EU の一部の地域と南米の地域なしでですよ、車だけで、まあトラックとかバスは含まれるんですけども、それが昨年8500万台ぐらい、何年々増えてるんですよ。数減らさなきゃなんないのに増やしてしまってるんですよ。で次々世の中に出回るでしょう。でそのことについて国連のね、人たちは、先進諸国の会議 COP28 とかでは、2019年のエネルギーの消費量に対して2035年には 60% を削減できてる状態を作りましょうねって言ってるんですよ。それしなかったらもう石油とかあんまり残ってませんか、ガスも。もうガスなんか50年ないですから、確実に。先々掘っていく分含めてですよ。一応、ガス、天然ガスの7割以上のものは原油の揮発したものなんです。で、原油は残り54年分なんです。それが、2020年ぐらいのデータかな。それぐらいかな。2022年か、まあそれぐらいのデータです。で、だけども、車の生産っていうものが根本的にどこの国も止めようとしない。本当は、ね、みんな電車バスとかでほとんどのとこ行けるのに。特に昼間にね、車乗ってる人たちって、全員本当は電車バスとかでいいんですよ。十分。もういろんなとこ行ってるかも、分かってる。歩ける。駅降りてから別に30分歩いてもいいじゃないですか。あとで会社の経費として高級な車を買ったところとか、それに費やしたお金とか、全部計算してみたらわかる。こんなものから買わないで、普通に電車バス等を利用しておけば、自分たちの給料に変わっていた、ボーナスとかに変わっていた。これは本当の話。で、エネルギーの無駄遣いにもなってなかった。
これが事実なんですよ。まあ本当のことだけにしてもらわなかったら困るんですけども、もう報道からしてこのレベルですからね。だからまあ盗みで自分のホームページぐらいはということで、まあ本当のことを記載しておこうとは思っています。だからそのあこちらの方が多分正確なこと書いてるだろうなっていうところにアクセスできるようにしたりだとか、まあまあし、インターネット記事で、まあさすがにこれは嘘じゃないだろうっていうようなところを、アクセスできるようにしておいたりだとか、まあまあそういうふうにしていますね。報道関係者の人たちとかも、どこかでも7になってしまうんじゃないですか。毎日日々大量の情報を扱ってるでしょう。で、まあ、詳細も述べなきゃならないから、詳細述べるでしょう。いろんなことの詳細をいちいち覚えてられるかって言ったら、それはそれも人間のすることだから、限界あるから、なんかその辺のところでもうみんな、もう世の中こんなものだみたいな形で、もうそこで諦め半分みたいな形で、もうこれでいいやみたいな形になってしまってるんだと思いますよ。テレビ局のことに関する内容に関しては、インターネットでね、こういうふうに、どこそこに、送ってくださいとか。で、送ったところで返答なんかないんですよ。あんな無法地帯の人たちが、ね、基本給、テレビ出演してるっていうことでね、7万円から10万円、基本給上がってるでしょ。それは著作権法で画像とか音声は、その人の個人の所有する権利なんですけども、それをいちいちどこそこで出演したからといって、計算してたら、もうキリないから、ややこしいから、もうそれは会社の方でしておくから、個人の基本給を7万円から10万円上乗せして上げときますねって、こういう形なんですよ。一月だいたい180時間の労働時間が基本給ですよ。で、まあ、労働基準法でもそうなってるんですけども、その、会社って、賞与、つまりボーナスって必ずしも出さなきゃならないものじゃないんですよ。まあ、それはしっかりとその現場で、しっかりとした、業績、それは、正確に素早く動いて、多くの仕事をこなしていましたと。で、ある程度の売り上げがあると。会社としては投資した借金を返済していかなければならない。だけども、この人たちは目を見張るような、頑張り方をしていると。まあ、そういう時はちゃんと賞与を絶対出してあげなきゃならない。ただもう、その、日々の仕事がずさんで、で、例えばテレビ出演者の人たちも、そこまでめちゃくちゃなんだったら、あのレベルにもなってきてるじゃないですか。本当のことだけをしっかり言うんじゃなくて、じゃあ別にもうボーナスなんか込めじゃなくてもいいんじゃないですかっていう話になってくるじゃないですか。っていうのはね、就職氷河期っていう時代があって、その頃って大企業でもボーナス年間で2ヶ月分とか、本当に少ないところだったら1ヶ月分だとか、ないところはなかったんですよ。中小企業なんかボーナスないって。本当です。これが事実ですから、じゃあ法の下による平等って一体何なのっていう話になるでしょう。だって電波塔って NHK 料金ね、もうこれ国会議員の人たちが、もう何十年も前から認めてますよ。NHK 料金に関しては税金ですって。みんなが集めた税金で電波塔を建てて、それ使用してるんだから、お金はいくら払ったかとか、絶対追いつくような金額じゃないんですよ。ちょっとやそっと払ったところで、本当に。だいたい、それ言い始めたら、ね、公営住宅とかでも、電波塔を建ててるでしょ。一般の一軒家とかでも、大抵の家、アンテナ置いてるじゃないですか。それみんな自分たちでお金負担してきたわけじゃないですか。それ NHK 料金とは違うでしょ。あれなんでこんなにおかしな話になってるんだろうってなるから、本当に本当に。だからもうテレビのチャンネル増やしすぎたんだと思いますよ。だから本当のこと話してくれないんだったらっていうことで、規模縮小とかも何かしなかったら、もう嘘ばっかりが出回るから、本当に滅びます、このままだと。エネルギーの残存量問題とか、何にも対応しようとする人たちがいなくなってしまって。現実的に、
まあ、この動画を聞かれている方が、その行政がとか、あの立法府で国会で新しい法律作って生産量を抑え込むとか、何かそういうふうな法律を作らなかったら無理だっていうことを考えられるかもしれませんけども、まあ各自ができることって言ったら、自分から率先して車を買わない、まあできるだけお風呂炊かないようにする、まあ体調悪い時はもうしょうがないと思うんですけども、僕は今年に入ってもまだシャワーだけで済ませています。風呂炊いてないですよ。160リットルも冬場あんなに冷たい水を沸かそうと思ったら、もうガスものすごい消費してますから、あ、まあそういう努力を、まあみんなでしっかりとしていくしかない。それでも引き延ばし、正直今の20代の人たちとかそれ以下の人たち、もう今の状況だったら、もう阿鼻叫喚の世界を迎えるでしょうね。スーパーマーケットに食べ物が並ばない。で、ガスもつかない。電気もつかない。当然、その、スーパーマーケットに食べ物が並ばないっていうのは、石油のとかの輸入が止まって、運搬する能力はない。原発があるとか言ってる人、だからその原発も、その、わかります？濃縮したウランにせよ、カナダから運んでもらってるんですよ、あの距離。まあ、なかなか船で自分でカナダまで行く人いないと思いますけども、僕は大阪の南港から沖縄まで高速フェリーで行ったことあるんですけど、一応海の上で時速50キロぐらいは出てると思いますよ。5、60キロぐらい。それでもう沖縄まで到着するのに30何時間かかってますから。けどそれはちゃんとうまくいった方なんですよ。本当に天候悪かったりとかいろいろあったりしたら、あの40時間超えたりとかね、まあ、そういうこともあるみたいですよ。だからそのあガソリンなかったら船動かないんだから、それウランカナダがガソリン、もうお金、もうそこまで来たらもうお金どうこうじゃないから、ガソリン、カナダのガソリン使用してそのね、濃縮したウランとか日本に送ってくれると思います？その段階まで来て世界中が。どこの国ももう石油入ってこないっていう状態になっていてですよ。もうだいぶ前、もう中国も自分の国で石油とか採掘はされてます。日本もちょっとだけですけども、採掘したりしてますよ。数パーセント。全体の消費量の、日本のね、消費量に対しては。だけども、日本も大量に、ほとんどの石油とかガスは海外から買い付けてる。で、中国も結構なガソリンを海外から買い付けてる。もう中国は残り11年分あるかな、どうかなくらいだったのかな。それが2020年のデータで、今年2024年だから、まあもう10年分ないんじゃないですか。で、まあアメリカも同じようなものですね。メキシコ、ブラジルとかも同じですよ。だからもうテレビの放送を見てたら、本当のことがなかったら本当に腹立ちますから。ベネレーザが世界ナンバーワンですよ。石油の埋蔵量。なのに、ベネズエラの人たちを、なんかもう多分、第二次世界大戦から10年、20年後ぐらいの頃の映像を出してきてるんじゃないですか。病院でね、雨漏りがしてる映像とか出してきてるんですけれども、もう何十年も前か、僕もその映像、全く同じ映像見たことあるから、本当に。もう一番最初はいつの映像か分かんない、本当に。こちらが聞きたい。アメリカなんかもう、ね、もう石油突きかけてんのに、で、アメリカから一番ね、近いところってベネズエラじゃないですか。そこで採掘するスピードを上げてもらって石油確保しなかったらって、そもそも自分の国でもアメリカは1日の生産量が1000万バレルぐらいなんですよ。ロシアもサウジアラビアも。この3カ国が1日の石油の生産量、要するに採掘する量が1000万バレルなんですよ。それの採掘が止まった時に、急にベネズエラに1日1000万バレル、1バレル158リットル以上、160リットルはありません。そんな途方もないものをね、頑張って今から急に採掘してって言われたって、ベネズエラだって言いますよ。俺たちにだってできることとできないことがあるって。いや、本当に。もう目と鼻の先ですよ。僕は生きてる時点の年代で、どう考えてももう危ない。
メキシコもブラジルも同じです。20年絶対にない。本当に何もかもが手遅れ状態です。たくさんベネズエラの話、もう一回さっき話した内容思い出してもらっていいですか。その病院が世界で一番技術的に採掘可能埋蔵量一番多いのベネズエラ、ロシアでもアメリカでもサウジアラビアでもない。もうアメリカもなくなりかける。まだロシアはある、サウジアラビアもある。世界の中で見るとベネズエラとロシアとサウジアラビアとイランとイラク、この辺が大体ベスト5。もしかしたらちょっとだけ順位違っていて、どっか別の国がこのベスト5に入ってくるかもしれませんけども、この5カ国はベスト5です。石油の残りの採掘可能埋蔵量ですよ。あとの国もう全部もう他の国から石油買い付けします。足らなくて、だいぶ前からですよ、何十年も前からですよ。まあそれだけ採掘したら地面の中が絶対にそれだけの面積空洞化するっていうことなんですよ。だから地震が発生する。2024年1月1日能登半島の大地震なんですけども、もう受注発掘、秋田県で日本は石油を採掘していて、昔は16本のリグが稼働してたんですよ。リグっていうのが石油を採掘する、まあ機械だと思ってもらったらいいです。ただしそれは振り子運動でね、一時電気使って採掘なんかしませんよ。もう地下、秋田県もう間違いなく 4000m 以上深く掘っていて、それ2013年くらいのデータだから、もう今もう5000メートルぐらいは行ってるんじゃないですか。そこでロシアなんかもう1万5000メートルもそこまで掘ってくれてますからそこでフェイクニュースでウクライナとロシアの戦争なんかわけわかんないフェイクニュース放送してるでしょ。で世界国勢税っていう国連の統計のデータ見たら、ちゃんとね国連憲章で軍事費の縮小っていうのが書かれてるんですよ。軍備の縮小、軍事費だったかもしれない。で、それは毎年ロシアがちゃんと守っていて、年々下げていってるんですよ。なんか、まあ、もう嘘まじりだから、基本的にテレビの放送もインターネット記事も、もうみんなわかんないんだと思う。本当に何が本当のことなのか。その記事では、ロシアにはいつまでだっても、まあ、それは、SU なんとかで、あとは数字で表記とかされてるんですけども、スホイって言うんですけども、要するに F-35 と同型の機種、みんな国連加盟国の技術提供、頑張って、まだロシアには届かないっていう、その、ニュースが流れてたんですけども、ロシアは踏ん張っている方かもしれません。いや、買わないからって。そんな無駄なもの買わないからって、もうちゃんとみんな国連加盟してるからお互い軍事同盟状態だからね。もうニュースの見方、ニュース信じたら現実からもう完全に乖離するから。裁判所では真実が全てなんですよ。わけわかんないでしょこれ。なんかテレビ出演者のアナウンサー、神戸地裁の窓口の受付、第六民事部の受付の向こうに、最初なんかどっかで見たことあるなだったんですよ。でもう受付離れて家帰るその途中ぐらいで、ああさっき来てた人間、ワールドビジネスで田中ひとみっていう名前で出てるアナウンサーやって、一応ワールドビジネスサテライトの佐々木明子さんがこちらからも行かせますとかなんか言ってたんですけど第六民事部に現れましたよ。現れましたけども、ほぼ会話しないです。何しに来たんですかって。証言しに来たのか何しに来たのか、本当。これ。だからね、電波とかで、だから表だ、多分もう表だって言っただけなんじゃないですか、その佐々木明子さんも。まあ、だからもう佐々木明子さんも何を聞いて行かせたのか、これはもう佐々木明子さんに聞かなきゃわかんない。どういうふうなことが会社で言われていて、どういうふうな形で、その、田中ひとみという、もうほぼ新人アナウンサーを、だからもう20代なんかもう新人でいいですから、本当に。実際に自分で、歩合とか出来高とか、経験させられて、万博とかで働かされて、それで、もう、こんな、誰やこんなものっ
ていう、こんな法律作ったのは、こんなものを開いたのはっていうところまでたどり着かなかったら、本当のことなんかたどり着かないです。実感が持てないから。本当に。今でも不明、何しに来たのか。で、他にも、この人、テレビに出てた人だろうなっていう人、そもそも義務者でいるから。いつの間にかもう髪の毛巻きっけんよ、本当に。もう僕も本当もう何もかも投げ出してどっか引っ越ししたろうかなと本当にそう思います本当にもうみんな真面目に話したりするせいになったらもう俺も無理やわっていうことで、もう俺一人で頑張ってももうどうせねえ嫌な思いするだけだから何も変わんなくて本当にでもう急に引っ越ししたろうかで誰もなかなか来れへんようなところとか一瞬考えるんですけどもそんなところ引っ越ししたら今度自分が困る買い物行くの歩いて買い物行くなんかスーパーマーケットか絶対無理生活いちいち電車なんか使ってたら絶対無理だから本当にバスとか歩いて買い物行くしかないあかん、やっぱり無理やわっていう。以上です。ちょっとね、くだらないような話もだいぶ混ぜてみましたけども、まあ、ちょっとこれでね、晴山整骨院にまだ集まってくる連中がいるかどうか、まあ、それをちょっとね、確認したいっていう部分もあってね、今回動画、撮影しました。以上です。まあ、実質的にデータ的にも役に立つ話とかもしてますからね、世界の現実とか、現状とか、本当のことだけを僕は言ってるんで、こんなことなかなかテレビ局の人言ってくれないんですよ、もう本当に。結局お金でみんな狂うでしょ ?CM 料。本当に、例えばね、日本だけじゃなくて世界中で自動車産業をね、生産台数をできるんですよ。100分の1とかにしようと思えば本気で。本気度が足らないだけ。根性がないだけ。自分たちが金稼ぎたいだけ。もういいじゃない、生活保護でって。滅ぶよりかはって。ね。自分たちが食料手に入らなくなって、死ぬより飢え死にするよりも、マシでしょって。最後どんな暴動になるか分かんないですよって。それ考えたらって。だってもう車作った後ですもん。15億台も出回ってて、まだ作んのって。ほんと。生産量増えてるから。アナウンサーに、この間ね、関西のミヤネ屋っていう番組あるんですよ。で、月から金曜日まで、宮根誠司っていう人が司会者として、出演されてる番組なんですけども、宮根誠司さんに生産台数が8500万台、世界中で10億台以上出回ってるっていう話をしたら、って驚いて番組ちゃん。驚いた、その姿。こっちが驚くって、もう今だから笑いながら言えるけども、もうその時、もう別に怒らなかったんですけども、もうその前にね、僕の件で涙目になってくれてたから、僕の件かエネルギーの残存の問題でね、涙目になってたから、僕はちょっとある程度話した時にね、まあ、真面目には生きていこうとはしてるんですけども、そのテレビ局の司会者としての、その、本当のこと、その車の生産台数とか、そういうことを言ったときに、CM 料金とか入ってこなくなったら、会社が倒産するでしょ。だから、それで言うように言えないのか。なるほど、もう、この段階まで来たら、絶対行政が動くしかない。法律作っても、生産台数を100分の1まで、下げるとか。それも世界中でね。まあ、世界中の経済、絶対、ね、停滞しますよね。だけど、それしかもう方法ないんですよ。あと建築業界に関しても、もう本当のことだけを何回も何回も、毎週テレビ言ってりゃいいんですよ。もう空き家が、ね、1000万件もできたと。新築めちゃくちゃいっぱいあるから、もう僕はある程度撮影してるだけでも、見たらわかるでしょ?歩いてですよ。徒歩で40分なり何十分なり歩いて、あの数ですよ。買う人なんかおらへん。
だって生まれてきてる人は男性と女性がもう今時40万人ずつぐらいなんですよ。ね、全員が全員結婚するわけないじゃないですか。今結婚して出産までたどり着いてる人の割合が3分の1以下なんですよ。もう4分の1ぐらいかもしれない。で、もともと2人で結婚して1つの家に住むわけじゃないですか。ね？1000万件もいつになったら完売すると思ってんのって、それでもまだクレーン置いてるんですよ。わかります？まだビル作ろうとしてるんですよ。まあ、建築業界と自動車業界をまず徹底的に抑えて、で、万博とかカジノとか一切作らせない。もう作るので、大量のエネルギー消費しますから。で、それお金も消費して、最悪消費税上がります。本当に。で、高速道路も作らせない。自動車の生産台数を抑えれば、普通に道路すくから。もともと、だって人口はずっと2003年からこう、ほぼこういうふうな形でね、男性と女性、生まれてきてる人の割合、まあ、このあたりがね、まあ、60万人ぐらいだったとしましょう。それもこうなってきて、まあ、ある年はちょこっとだけ増えたんですけども、こうなっていって、もう今時40万人ぐらいずつ。まあ、この辺がね、生まれてくる人たちの男性と女性の割合が同じぐらいの数で、その、ずっと物事が動いてる時点でね、ああ、神がかり的な力が働いているんだなと。まあ、それがこの世の中の現実なんだなっていうところで理解して、金稼ぎのために、自動車なんか作ってたらダメだなって、ビルなんか作ってたらダメだなって、もうそういう風な人たちに全員変わらなかったら 100% で無理です。消費がずっと拡大するから。生産台数が増えてますからね、車なんか。もう僕も何をどうしたらいいのか、ほぼ言いましたよ、国会で法律作ったいって。だけどもできてないでしょ。結局国会議員の人たちが選ばれるのは票でしょ。それ公約に掲げて選挙出た時に票入らなかったらするでしょ。かたや自動車産業とか、そのまま建設業界とか、まあ建設業界はまあ国がお金回してるようなものですよ。本当にインフラ整備とかも絶対それ税金ですから。で、そういう人たちが当選してしまったら、早く食料がスーパーマーケットに並ばなくなる時期が早く来るって、もうそういうことなんですよ。これは事実なんですよ。だから、そういうことを含めて一般人の人たちが投票しに行かなきゃならないっていうことになります。だから次の選挙でそういうことを言える人たちがたくさん出てきたら、まだ生き延びれるからどうかな将来の見通しがつく。だけども次の選挙で国会議員の人たちの選挙の方ですよ、地方議員じゃなくて、言う人がほとんどいなかったら無理でしょうね。もう目と鼻の先。今から行って間に合うかどうかっていうところで、本当は先延ばしですからね。それでも100分の1まで低下させても、本当に。もう出回ってしまったものがあるから。新車で買った車なんか大体10年以上は乗りますよ、普通。パーツ交換とかでね。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。